ここだ。何してるの？待ってる。じゃあ私はどうしたらいい？そんなことは自分で考えろ。時計止まってる。いや、ダメだ。行くんじゃ。寝言言ってたよ。怖い夢は嫌い。ああ、俺もだ。私、初めて見たんだ、街の外。ほんと真っ暗だね。でもここよりはマシでしょ。ファイヤーフライはお前をどうしたいんだ。ごめん、遅くなったわね。軍の見張りが多くて。マーリンは無事よ。武器は確認した、大量に。やるわね。ああ、行きましょう。誰が受け取りに来る？別の町からファイアフライのメンバーが来るって言ってた。女は貴重なはずよ。あなた何者なの？重要人物の娘かな？そんなとこ。待て、パトロールがいる。よし、いいぞ、上がれ。よし、来い。気をつけろ。バカな真似はしないで。行け。背を向けろ、ひざまずけ。スキャンしておいて。ああ、手を頭に置け。こちらゾーン12のラミレス、3名捕獲、回収願います。了解。見逃して、後でお礼するわ。黙れ。めったくうんざりだ。到着はあと2分。ダメ。そんな、逃げると思った。まさか殺すなんて。嘘でしょ。見て。おい、こいつは。あの女にはめられたのか。感染したガキを運ばされていたとはな。感染してない。ない？こいつを見ろ。わけがあるの。さっさと言いなさい。これを見て。噛まれた位置なんかどうでもいい。3週間前の傷だよ。2日で変異するのよ。出任せはやめなさい。3週間前、本当だってはめる意味ないでしょ。見えない話だ。テス、行くぞ。ほら、走れ。行くわよ、急いで。
よし、行ったな。詳しく話して、あなたをファイアフライに届けたとして。それから、マーリンが言ってた。隔離地域の研究所で医者たちが治療法を探してる。よく聞くホラ話だ。で、ワクチン開発の鍵となるのが私なんだって。勘弁しろよ。そう聞いたの。ああ、そうだろうとも。何なの？好きでこうなったんじゃない。こっちもだ、テス。付き合う必要はない。本当なら信じるのか。可能性はある。ここまで来たのよ。最後までやりましょう。外に何がいるか分かってるのか。分かってる。こっちよ。ダウンタウンを抜ければ夜明け前に議事堂に着ける。だといいな。手を貸してくれ。何の音だ。急いで。あ、くそ。来るよ。分かってる。よし、いいわよ。足なんかついてる。よし、足元に気をつけて渡れよ。ちょっとばかり。お前の願いは叶ったか。まだわからないけど、いい景色だね。さあ、こっち。ほら、早くして。あと少しよ。集中して。わかりました。嘘。ねえ、どうしたの。何してるんだ、テス。どこなの。どっかに地図か何か目的地を書いたものが。どこまで続ける気なんだ。もちろん最後までよ。研究所はどこなの。私は知らないけど、どこか西の方にあるって言ってた。何をこだわってる。お前らしくないぞ。知らないくせに。私のこと。こいつらみたいなバカじゃない。そう、私たちは汚れた人間よ。ずっと前からそう。だから生き残った。チャンスなのよ。もう諦めろ。ここまでだ。早く帰ろう。いやよ、
どこにも行かない。ここで最後なの。何？そろそろ運の尽きだ。一体何の話だ？やめて！触らないで。もしかして感染したのね。ジョエル、見せろ。隠す気は。早く見せるんだ。嘘だろ。びっくりよね。見せなさい。これは3週間前。私は1時間前に噛まれたのにもっとひどい。この子は本物よ、ジョエル。この子をトミーのとこへ連れてって。元ファイアフライなら何か知ってるはず。いや、それはお前の希望だろう。俺はお断りだ。いや、やるのよ。私に対してそのくらいの義理はあるはずでしょ。お願いだからあの子を連れてって。私が足止めするからすぐ逃げて。見捨てていけってこと？そうよ。お前を置いてくなんて。あんな姿には変わりたくないのよ。お願い、私の気持ちも分かって。俺も戦う。いいから言ってよ。お願いだから。エリー、私こんなことになるなんて。いいから行くぞ。いるのは分かってる。武器を捨てて両手を上げて出てこい。捨てて。標的はいない。理解。標的はいない。あそこに兵士がいる。了解、待機。お前ここで息をして平気なのか。だから言ったでしょ。いたか。いや、ここは空っぽだ。ふざけてるのか。何も見てないぞ。ここを通ったぞ。付近を調べろ。クリッカーが現れる前に見つけて撤退する。あのさ、そのテスのこと、なんて言っていいのか。これからのルールだ。テスの話はするな。二度と。お互いに過去の話はやめておこう。それとお前の症状については誰にも話すな。イカれてると思われるか殺される。あともう一つ、俺が指示したら指示した通りにやれ。いいな。うん、言ってみろ。あんたに従う。そうだ。何キロか北に町があって、俺に借りがあるやつがいる。車が手に入るかもしれない。わかった。じゃあ行くぞ。ほら、あそこだ。さあ、こっちの方が近い。うわぁ。別にただ、こんなの見たの初めてだったから。森のことか？うん。森って初めて。森っていいね。なんでマーリンのところに戻らないの？自分で連れて行けるなら俺たちに預けないだろう。怪我は治ったかもよ。怒らせる気はないが、そもそもあいつがまだ生きてる保証すらないんだ。あの人は本当にタフだよ。関係ない。どうせ町へ無事に戻るのが難しいんだ。
町へ戻れるならそうするさ。大丈夫？畜生ビルミ、何なのこれ。ビルのふざけたトラップだよ。そこ、冷蔵庫が重りになってる。わかった。ロープを切れ。それで落ちる。わかった。ジョエル、くそ、起き上がった。やばかった。ああ、ありがとう。助かった。あ、エリー。え？何？ジョエル！ビル！何すんの？ビル！後ろ向いてひざまずけ。落ち着けよ、ビル。後ろ向いてひざまずけ。俺は本気だ。おい、落ち着け。噛まれたか？いや、出来物は？感染はしてない。万が一お前が、クソガキが。もうやめろ。やめろって？勝手に家に入り込んで罠を全部台無しにして、殴ってきたのそっちの方だろ。それなんだよ、そのガキ。なんでいる？あんたに関係ないでしょ。さっさとジョエルに借りを返してよ。まずはこの手錠を外して。ジョエルに借りだって？何の冗談だ。手短に話せ。車がいる。マジで冗談かよ。車が必要だと？そもそも車なんてないし、もしあったとしてもお前に渡すはずないだろ。え？ああ、ジョエル、車か、持ってけ。ついでに食い物も全部だ。どうせ食いすぎでしょ、この程度。よく聞け、クソガキ。黙れ豚。あんたこそ。いいから、お前は黙っとけ。いいな。お前にそれほどの借りを作った覚えはねえぞ。いや、ビル、作ったろ。どうせ使える車はない。町のどこかにはある。あるのは車の部品だけだ。じゃあ修理はできるってことだな。わかった。こうしろ。町の反対側に必要なものがある。取ってくることができれば車を修理してやれるかもしれん。そしたら借りはチャラだ。いいさ、どうせもうすぐ死ぬんだ。よし、ついてこい。町中に罠が仕掛けてある。ヘマすんなよ。あんたがね。やめろ。よし、こっちだ。よし、ここだ。お前は何も触るな。ドア閉めてくれ。始めよう。ダメだ。え？銃がいる。お前はいい。ジョエル、自分の身は自分で守れる。ダメだ。とにかくここにいろ。わかった。黙って殺されろってことよね。人生最悪の仕事を引き受けちまったってか。そうかもな。自殺行為だ。テスがよく OK したな。テスが言い出した。本当か？もっと賢い女だと思ってたぜ。まあいいか。あのガキは拾った場所に捨てちまうんだな。そんなに簡単じゃない。じゃあほっとけ。一人で生きてくさ。一つ教えてやる。昔はな、俺にも大切な人がいた。
まあパートナーだが面倒を見てたやつさ。だが今じゃそんなものを持ってるやつから死んでいく。じゃあどうするか。頭を使ったね。一人の方がいいと気づいた。ビル、そういうことじゃないんだ。いや、そういうことだよ。おい、入り口でお前に何て言った。何て言った。ちょっと、これを片付けただけだってば。何も触るな。クソガキが、あんなガキの相手してるとお前もいつか偉い目に遭う。ビル、いいからとっとと終わらせよう。ほら、ポッとと終わらせようぜ。エリー、ほら見ろ、学校だ。さてと、いいか。よし、行ってみよう。見えるな、あのトラックだ。学校に突っ込んでるだろう。行くぞ。何もない。ちょっと、どうする。ああ、どうするんだ。とにかく逃げる。おい、逃げるぞ。来い、入ってきたぞ。手を貸してくれ。よし、行くぞ。もう一回。よし、まだ来るぞ。ドアを塞ごう。長かった。まずいぞ。家の中に入れ。大成功だったね。ちょっとあっちの方調べてくれよ。ビル、同じことを考えてる奴がいたってことだな。別の手はあるんだろう。命が助かっただけ感謝しろ。別の手なんてない。さっきので出尽くした。テスに伝えろ。こんな仕事を見つけて。テスは関係ない。何様のつもりかって。これはなんだ、知り合いか。フランク。誰だそいつ。俺のパートナーだ。あんなダセーシャツを着るのはあいつしかいない。噛まれてる、ここと、あと。じゃあ、人を自分じゃなくなる前に。ああ、そうだな。バカなやつだ。こんなのがあった。ガソリンもある。俺のバッテリーじゃねえか、あの野郎。降りろ、早く降りろ。なんだよ、ったく。バッテリーは消耗してるが、まだ使えるが。つまり押してスタートさせればオルタネーターがバッテリーを充電する。本気か。別の手がいるんだろ。これがそうだ。どうする。押すからお前が運転しろ。
出せ出せ踏み込め。ここでいい、止めろ。エンジンは切るな。ガキのせいで死ぬとこだった。でもあいつ本当に頑張ってたな。お前は絶対死んじまうよ。ああそうだ。ああほら、なんだこれ。ガソリンが入った車は結構残ってる。助かる。なあビル、お前のパートナーのことだ。辛いのはわかる。だからチャラだよな。そうだ。ならとっとと町から出てけ。寝てたんじゃないのか。うわ、あのさ、そうは見えなかったけどこの漫画結構面白いよ。でも問題がある。ここ次回に続く。もったいぶっちゃって。どこにあった。ああ、ビルの家だっていろんなものがあったから。他に何取った。ほら、懐かしいんじゃないの。おい、こいつは俺より前の世代だぞ。ないい曲だ。ま、何よりマシか。お、これは今夜ビルが寂しがっちゃうかな。ん、文字は少ないけど写真が面白いんだよね。おい、子供が見るもんじゃない。うわぁ、この男こんなものつけて歩き回ってるわけ。もう見るな。いいから落ち着いて。どんなもんか知りたいだけだって。あれ、ページがくっついてる。ああ嘘、分かってるってば。それじゃさようなら。この曲悪くないね。少しは寝とけ。疲れてないってか。ああ、まずいぞ。これは最高だ。どうするの。仕方ない。何なの。頼む。うわ、痛そう。助けて。治療してあげる。シートベルトをつけろ。え、じゃああいつは。ピンピンしてるさ。Alone in the city, I'm bleeding by the hand. Oh Lord, if you hear me, my hand is broken under the pain. We met in the springtime when blossoms unfold. 大丈夫、大丈夫よ。出るんだ、早く。離せよ、腰抜け野郎。
行こう。よし、見つからなかったぞ。あの橋だね。近づいた。ちょっとはこのまま進むぞ。行こう。が殺しちゃったんだね。そうだな。ムカムカする。だから下がってろって言ったろ。おかげで助かったんじゃない。俺の頭も吹き飛ぶかと思ったよ、クソガキが。何なのその態度。ありがとうぐらい言えば。お前のおかげで俺は助かった、大変だったろって、それぐらい言ってくれてもいいでしょ。もういい、行くぞ。分かったよ。まだ戻ってこない。くそ。来い、鏡。よく聞け。俺はあいつらの間を突破する。私は。お前はここにいろ。バカじゃないの。二人でやった方がいいに決まってるのに。分かってる。銃には自信がありそうだったな。こいつは使えるか。ああ、撃ったことあるっちゃあるけど、相手はネズミ。ネズミ？エアガンで。そうか、似たようなもんだ。構えろ。いいか、ものすごい衝撃だからストックに体重をかけろ。エアガンとは違う。分かった。ボルト引け。そこを掴んでスライドする、うん、そう。一発撃ったらすぐ新しい弾を込めるんだ。よく聞け。奴らに見つかったらお前の援護が頼りだ。いいな。任せといて。頼むぞ。確かにさっき俺が助かったのはお前のおかげだよ。言えるじゃん。どうだった？小さいお前にはこっちの方が合う。やばい時にだけ使え。
わかった。